大きい貨物船から小船に乗り換えて佐世保に上陸できたんですね。で佐世保で引き上げ、引き上げ者の感謝みたいなものがあって、そこへ2、3日いたでしょうか。それから引き上げ列車で我がふるさとへ帰ってきました。列車の中でもね、引き上げ者みんなも沈んだ顔してね、でもまた我がふるさとへ帰れるっていうので喜びもあったんですけど、引き上げ者を慰めるかのようにね、この蓄音機をね、列車の中に蓄音機を持って2人くらいでね、蓄音機を持って列車の中をずっと、当時ね覚えてるのは野崎参りっていう歌でした。あの歌をね蓄音機で鳴らしながらずっと列車の通路をねずっと歩いて、みんなはこう慰めてくれた、そんなことを覚えてますけど。でふるさとの十日町っていうところまで列車で移動したんですけどね、十日町からね先、私の田舎の方まで行くね列車がもうないんですよ。そこまでしかもう列車がね、最終列車がなくて、でそこからねみんな部落別に分かれたと思うんですけど、トラックに乗せてもらって、トラックに乗って我がふるさとまでたどり着きました。トラックの上から砂の川の流れる音を聞いたとき、ああやっと帰れたんだって、本当にね子供ながらにね、本当にね砂の川の流れはね迎えてくれたんだなって思ったですよ、でも私の父も母も、父はねその当時はシベリアへね捕虜で行ってて、行方も分からなかったんですけど、母もいないから私の父の実家の家へ3年間お世話になりました。父は、ちょうど私たちが引き上げてして1年後に復員してきたんです。父が復員した時は舞鶴にね、舞鶴まで来たって、2日後には田舎へ帰るからっていう電報が来たんですね。だけど父はねその帰る予定よりももっと早くうちに着きたくて、やっぱり舞鶴からずっと列車移動して、私たちと同じように十日町まで来たらもう汽車がないんですね。父はねそこからね歩いて田舎の自分の実家まで歩いて来ようとしたら、その途中でそのちょうど荷車を引いてる人に出会って、途中でちょっとの間荷車に乗せてもらったって言いましたけど、本当だったらその翌日田舎へ着く予定だったのに早く帰りたくて十日町からね歩いて、だから実家の家に夜中に着いて、多分あれは11時くらいだったんでじゃないかなと思うんですけど、みんなが飛び起きてね、それで親戚の人に知らせに、私も母の実家まで知らせに行ったり、みんながそれぞれ主な人たちを呼んで来てくださったんですけど、みんないろりの周りに座ってね、私は遠回しに見てたんですけど、誰一人ね話をする人がいないんですよ。もう母もいない、子供二人もねいなくなってるのを父は知らずに帰ってきたわけですから、その時のことを思うとね、本当に、誰が最初に口切ったのかなって思ってますけど、父は、私は父とその件については一度も話したことありません。聞けない？
ぱり聞けないですよね。で父も私らに聞こうとしませんでした。だから私はこの父が健在の頃からも ずっといろんな話はしましたけど、母や妹たちの状況とかそういうことは一切口にしませんでした。で姉は父に向かって随分ひどいことを言ってましたよ。ね、父は戦争に行って大変な思いしたって言うけれど、一人いくら大変だって言っても一人でね何でもできるって。だけど母は子供6人も連れてどんな苦労したか分かるかって父に向かって言ってるんですよ。私はその時に後ろ向いて泣きながらね、本当にね叫びたかったです。誰が悪いんじゃない、戦争が一番悪いんだってね、本当あの時はね叫びたかったです。私はもう何にも言えなくて後ろ向いて泣いてましたけど、姉は随分ひどいこと言ってるなって。でもみんなねそうしたくてしたんじゃない、みんな戦争がそうさせたんだってつくづく思いましたね。だからこんなむごいことはね誰にもさせてはいけない、今後一切してはいけないって本当に思います。本当にね思い出すともっともっと辛いことたくさんありましたけど、母が亡くなる寸前、この話も後々おばさんから聞いたんですけど、母が亡くなるちょっと前にねおばさんがなしなしのお金で市場行ってねリンゴ1個買ってきたんだそうです。でそのリンゴを16分の1切れを母にね食べさせたくて持ってきてくれ、母はその時のね母がねこんなに美味しいの、まあ、久しぶりに食べたな、もうないのっておばさんがねやっぱり自分のほら嫁ぎ先のおばあちゃんとかそういう人たちもいたので、そういう人たちにみんな食べさせて、で母に一切れ持ってきてくれた。母がね、うんねえな、もうないのって言ったんだそうです。それを聞いたとき、私はもう本当に、なんて辛いことなのかなって、何十年か後にその話を聞いて、その場で私は号泣しました。ねえ、たった16分の1切れをね久しぶりにおいしいの食べたって思ったんだろうなと思ってね、本当にあの時はねリンゴがね高級なものだったんですよね。今でこそねすぐ買える状態ですけどね、こんなにね平和な時代が来るなんて私も思ってもみませんでしたけど、本当に何をするにもあの時のことは絶対に忘れてはならないし忘れられないんですね。すみません、話すとどんどんもう奥の引き出しから引き出さないといけないのでこの辺で終わらせていただきます。どうもありがとうございました。時間をだいぶオーバーしてしまいました。本当に